トリストン、アンドリュー・マッケンジーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2015年の MLB ドラフト一巡目、戦力均衡ラウンド A で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・インディアンスで、プロデビュー。 4試合に登板して1勝1敗、防御率0.75,17奪三振を記録した。2016年は、A-9、マホーニングバレースクラッパーズと A 級、レイクカウンティキャプテンズでプレーし、2球団合計で15試合に先発登板して6勝5敗、防御率1.62、102奪三振を記録した。2017年は、A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、 25試合に先発登板して12勝6敗、防御率3.46、186奪三振を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜として選出された。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは23位、インディアンスの組織内では2位にランクインした。シーズンでは AA 級、 アクロンラバーダックスでプレーし、16試合に先発登板して7勝4敗、防御率2.68、87奪三振を記録した。2019年は後背筋を痛めて全休した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年8月22日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった。 同日のデトロイトタイガース戦では先発して6回を1失点10奪三振で初登板初勝利を挙げた。この年は8試合に登板して2勝1敗、防御率3.24、42奪三振を記録した。ニューヨークヤンキースとのワイルドカードシリーズでポストシーズン初登板を果たしたが、第2戦の6回をもってから登板し2失点を喫してシーズン終了となった。 BMI がわずか19しかない超新倉庫の体型から9位のある平均90マイルパワー前後の速球と武器である高回転のカーブを投げ込む。チェンジアップが向上すればエース級の器になれると言われている。ありがとうございます。